はい、下げすぎな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、アマレットを使った、イタリアンスクリュードライバーですね。という名前のカクテルを作っていきたいと思います。アマレットを 30ml。そしてオレンジジュースを適量と。なっています。よいしょ。これは結構甘いぞ。結構甘い。甘そうだ。これは結構甘そうだぞ。オレンジジュース自体甘いから。そしてアマレットで甘い。出来上がりです。イタリアンスクリュードライバー。では乾杯。うわっ。うわっ。いや、甘いけども、そこまでど甘くないですね。ああ、オレンジジュースの酸味が、いい感じにそれを、アマレットの甘さを、打ち消してくれてる、感じですかね。うん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 。美味しい。これは美味しい。だから、ただその代わりに、オレンジジュースの酸味がなくなってるかなと。まあ、それを打ち消した代わりに、打ち消し、あって、ねっていう感じですかね。うん。うん。そうですね。まあ、アマレットの香り。甘さもあるんですか？そんなにしない。うん。うん。あら。これは結構美味しい。うん。うまい。甘いの苦手な俺でも、アマレット、こんだけ入れて 30ml も入れて、もうこの程度か。あ、カンパリで作れるカンパリオレンジがある。これ作ろう。簡単だ。うん。うん。カンパリね。そういえばこのカンパリ。まあ、ね。なんですが、実はカンパリのパクリというか、のお酒があるっぽい。です。カンパリの類似品。うん。まあ、また出てくるんですけど、俺の、同僚の、30歳のおっさんが、ね、カンパリ俺が買ったって言ったらですね、あ、カンパリうまいよねって言って、でもカンパリ、よくアペロールの方が安くて、いいんじゃねえのって言ったんです。アペロール。という、カンパリにそっくりの。そっくりっちゃそっくり。色はそっくりですね。アペロールというのがあります。これがですね、アペロールでググると。うん。アペロール、ウィキペディア。アペロールとは、イタリア産のリキュールの一つである。赤みを帯びたオレンジ色をしており、アルコール度数が11度。
あ、少ね。低い。そしてエキス分は 25.8%。カンパリちゃん。あれ、カンパリちゃんどこ行った？あれ、カンパリ先輩どこ行った？あれ？あれ、カンパリ。あれ、どこ行ったな。こう、瓶が並びまくってると、すげえ見当たらねえ。まあいいや。となってます。はい。アペロールはサントリーですよね。あれ？でも度数たった 11% か。少ねえな。カンパリは カンパリもサントリーっぽいね。ちょっと味が違うんでしょうかね。確かカンパリの苦味が薄くなった味と言ってましたけど、これもハーブリキュールっぽいですね。ハーブリキュール。ハーブを使っていくと。値段が1000円ぐらい。まあ、カンパリ1500円ぐらいしますからね。実際。ちょっと高いんだよ。マジカンパリどっか行ったの？あれマジカンパリどこ行った？あれマジカンパリどっか行ったんだけど、あれバカ、嘘、俺カンパリそんな早く飲むわけがないんだけど、はぁ、なんかウォーリー、あった、一番手前にあって。あれだ。東大元暮らしだった。カンパリが、アルコール度数が高いですね。28.5 度。アペロールが11度ですから、ものすごくアペロールが低いということがわかりますね。なるほど。そしてエキス分が21度未満と書いてある。で、アペロールの方がエキス分が多いですね。はあ。まあ、その違いがあると。まあ、どちらもイタリアのお酒となってます。
カンパリオレンジうまそうだな。でもカンパリ高いよな。1500円どころか、1700円とか、そんぐらいするんじゃなかった。違うかな。あれ？あれ？あれ？そうでもない。楽天市場だと1250円。しかも1リットルのやつ。嘘、こんな安く買えねえって。まあ、これにさらに、楽天の場合、まあ、あれですかね。プラス送料がかかる。わけですから。送料が500円ぐらいかかるから。カンパリか。カンパリうまいですよね。高いのを除けば。ね。ということで飲み終わったんで、投下します。リサーローのアマレット。ですが、コク四つ星かな。甘みも四つ星、香りも四つ星。おすすめ四つ星かな。こんなもんでしょう。うん、あんまり甘くはないっていうか、本来なら、アマレットを加えた時点で相当甘くなるはずなんですが、そんなに甘さを感じなかったので、ね、4444で、お疲れ様でした。